お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクロッシュライルやっていくんですけど、今日はね、7号からマルチやっていこうかなと思います。でもうシーズンあと1日切ったぐらいですね。はい、1日切ったぐらいというわけでトライアゲしたいと思います。でこのババムトロイフね、多分以前にもこう動画上げたことがあると思うんですけど、これでやっていきたいと思います。というわけで、うわー、ゴゴティさんだな、この人ね。あれっすね、ファルチバルンだ。うわー、ファルチェ・バルキリーですね。で、ファルチェ・バルキリーがすごい嫌なんですけど、ロイフクからしたら。けど、相手も、一個一個が重いんですよ。なので、ロイフクを出さなければ、僕は、ムートですね。ムートの攻めを結構意識して、戦えれば、勝てるんじゃねーっていう風なところではあります。で、正直、あとはまあバルーンディガーをされたら、言っちゃえばこのデッキエレキと交わっちゃうしかないので止まんないんですけど、まあ、バルーン一発受けてカウンターできたらいいかなっていう風な感じで戦いたい。でファルチがいるちょっと嫌ですが、バルキリー裂いて陸受けがあんまないで、ザップトルネザップでそんな余裕がない。ムート止まねえか、さすがにこれは。あ、振るな、お前なんで振ってんだよ、ボケ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 。そうっすね。エレキか。エレキ、ファルチ、バルキリー。端前、バルキリー、バルーンされたときに、エレキ5で守っても、ワンチャンなんか突破されちゃいそうなんですね。これむずいですね。まあ、ケツババ、安牌ですね。ケツババ。することないときにケツババしとくと、相手も困るんですよ。ってなって、まあ、若干取ってますね。あれはエレキで、ドラ無能にさせたら右サイドに相手は絶対に咲かないといけないので、左サイド多めにロイフグ飛ばしてあげて、うわーすっげえなんか綺麗なボケされたな。これファイボでいいっすね。なんか今タルババ転がしてもマジアチェで受けても、なんかそれだけだと受けきれない感じがしたんですよね。なので、ファイボで耐える。いやー、で、ここ一回、バルキリーはねえな。バルーンディガーとか来たら、虫って逆サイゴリリたいっすね。多分、守れないんですよ、基本的に。と思ったら、ワンチャン。単体だったバルーンか。これ、耐えるかな。オーケー、でかい。おい、でかい。耐えたのでけ。で、相手はもう右サイド落とそうと絶対なので、これむずいですね。ここ一回ケツからですね。マジアチャはおさらばして。で、ワンチャン攻め取るねでムートを巻き込もうっていう趣旨がある。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。で、バルキリー来たら犬来てえな。犬来ます。あ、お前犬来下手？ちょちょちょ。で、ファルチ来るが、ムートいるんで結構きついはず。エレキ。いや、オッケー。いや、ヒースピーぶっ壊れー。今回下放されなかったっすね。なんか情報修正とかアップデー、でかいですね。これ、アップデーがなんかもう決まったんですけど、なんか親衛隊が強化されるらしいっすね。次。まさかの親衛隊。なんか一時親衛隊関係とかありましたけど、親衛隊ちょっと面白そうですね。で、なんか一番大きいのが、スペルのダメージですかね。スペルのダメージが全部また全体的に下がると。かわいいのですね。スペルだけでこう、言ったらクロスとかでテスラ置いてこうね、永遠にロケットと言ったらタワー落とすとか戦術とかもありましたけど、最近、まあ、それがちょっとこうしにくくなる、まあ多分なくなるわけではないと思うんですけど、ちょっとこう削りがね足りなくなるので難しくなるとかですかね。でディガーの加法がまた入りましたね。タワーへのダメージがまたちょっと下がったっていうところで、なんかウッドの射程も短くなった。一番端の一個さらに手前でもタワーに届いてたのが、一番前の、ここですね。ここじゃないとタワーへダメージ届かないっていうことで、まあ、ウッドとディガーが下方。で、あとコウモリか。なんかコウモリも攻撃速度が 1.1 から 1.3 になったんですかね。なんかそんな感じで下方が入ってて、ウッドコウモリ、ディガーとかなんか高回転。高回転系の人が今回なんか非常にダメージ受けてね。こう次、まあわかんないですけど、大型環境がね、こうやってくるのかなというような、感じのね、状況です。さあ、メガゴ？メガゴ？スケラだな、これ多分。メガゴ？やっちゃい！ババコが壊してほしかったな。これ、相手絶対スケラですね。相手絶対スケラで、スケラ多分相性良さそうなんだけど、どうだろうな。で、
ナイトフタベビーオンしてこず、一回置いてきますね。ポイズン使ったので、こっからはまあ僕のね、ムートとか、バブとかが、生きるタイムなので、一旦防衛入りますね。で、スケラ来ても、いける。オッケー。ここ、ちょっと狙いたいですね。いや、マジアチあれば居抜けるんですけど、ロイフグ、ヒースピー、タルババぐらいか。回さないといけなくなるんですよね。これ一回こっちにログ飛ばしつつ、このムートがやっぱ残ることによって、相手としては非常に厄介だと思うので、延命してあげて、タルババがあると思うんですよね。タルババはないのかな？ワンチャンデリバリーなのかな？いや、タルババあると思うんですけど、転がってこない。あ、デリバリーだった。おい、間に合ってくれ？来た。いや、めっちゃいい。めっちゃいい。あー、タルババもあるんかい、お前。2台ね。ダブルパンチと。さあ、タルデイの、なんか形が違うんだ。スケドラとかじゃねえんですよね。ナイトエレキ、ベビーメガゴ。ちょっと前にあったやつですかね。ナイト、エレキ、ベビーメガゴ。なんかが、なんだ？なんかが違うんだよな。なんか違う？なんかがねえな。ベビーがいねえですね。ベビーの枠がデリバリーになってますね。はいはいはい。来たというわけで、いけるぞ。一旦ババセパね。最強ですから、ババセパはマジで。本当に。アホみたいに強いですからね。で、ポイズン使った、高め。で、ベビーがないんですよね。で、延命してあげて、延命してあげたい。優しくね。優しく延命してあげたら、ムートが無能で終わっちゃった。ムートが無能で終わっちゃった。いや、このナイトにスケラー来そうですね。ちょっと嫌ですね。マジアチ優秀。で、なんなりヒースピで回復してあげて、この間に攻めたい。この間に攻めたい。オッケーオッケー、ババ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 働け。おいって迷子になってる、お前。ボケボケボケ。いて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 。なんかダメージめっちゃ勝ってる感がすごいあるんですけど、全然勝ってないですね。まあ、僕がまだ攻めのタイムに入ってないので。このナイト美味しいっすね。あの、ポイズンか。ポイズン使った。あ、これやべえ。デリバリー打ったるで全部一緒になる。あ、待って、間に合わねえ。いや、間に合って、ん？間に合ってねえ。よしよし。でけえ。でけえ、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 でけえ。オッケーオッケーオッケー。で、ババでスキラーは守れるんですよね。で、今、デリバリー使ったな。気持ちこう、プレッシャーかけつつ、一回これ置いた方がいいかもっすね。ナイト。高めマジやっちゃう。タルババが届く。ポイズン削りしてきたので、一回こう5打つ。相手がポイズン打ったので、僕のババで全部守れるので、ここも5で削りいっちゃいますね。うん。相手と同じ、相手に合わせとけば多分負けないと思うんですけどね。多分ね。このエレキがちょっと厄介ですね。メガゴも。オッケーオッケーオッケー。ほぼ完封。完封？まあ、ポイズンぐらい。ポイズンぐらいは許しますね。もうファイボ削りですね、多分。僕がファイボ削りが正解な気がするんだけど、どうでしょうか？あと、なんならマジアチでどっかで削りたい。あとはムート。ヒースピー。オッケー。いや、ムート、ムートが多いなんてことある？やべやべ、ちょっとやべ。ババババやべ、これババが行かれる。オッケーオッケー。いやいい。いや、待って、めっちゃ追いつかれてる。めっちゃ追いつかれてる。5打って、これ相手絶対ローグ完封できない。あぶねえ、待って、あ、危ねえ、5が間に合わなかった、危ねえ、来たー、グッドゲーム。最後ちょっと危なかったなー。なんかムート2体で攻めてたっすね。あれ、無駄でしたね。なんか、スケラーをいい感じに守った瞬間にムート1体いたのに、さらにムート足しちゃったんですよね。まあ、それが無駄になって、ただただカウンターに来てたぐらいがもったいなかったかな。まあ、勝てたんでね。はい。勝てたんでもう全然よしとしましょう。次勝てばワンチャン。運が良ければ。今は5-5なので、45か。足りねえな。神的大トロ。もうグロ一桁とか、世界一桁が来れば、運よくね、76到達っていうね。神的こともあるんですけど。なんかトロフィーの計算どうやってやってるんですかっていうコメントがすごいあったんですけど。
基本的に同じトロだったらプラマイ30ですね。でプラマイ30で、あ、でもこれはトロフィー4000いってからだと思います、このルールが適用されるのは。そう、基本的にプラマイ30でトロの差が10あるごとに、その1ずつね大きくなったり少なくなったりします。まあ大体ですけどね。だからトロ100格上が来たら基本的には、まあ、プラマイ、10変わりますね。あ、てか100格上だったら30にプラス10で40ですね、まあ、みたいな感じの計算になります、基本的には。さあ、コカッちゃん来ましたね。コカッちゃんこれめっちゃ相性いいんですよね。いや、めっちゃではないけど、僕負けたことないんですよ、今んとこ。でも、そんなこと言うときに負けそうになるんですよ、いつも。気をつけたいですね。ロケ防衛。うわー、分かってんな。そう、コカツに対して、前半永遠ロケ防衛からの、最後に、ロケットで攻める。そのパターンされるときついんですよね。前半ロケ防衛スタイルは、逆に対ロフがした方がいいですね、皆さん。そうすると、端前プリンとウッドだけでダメージ削られて、僕はダメージ削れずに、最後の方ね、苦しくなるので。さあ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 、ここは左サイド僕削られてるので、右サイドの後ろからユニット出してロケット撃たれるのはいいことにしましょう。で、ナイト来たら、ナイトと、あいつは犬来ていいですね。こんな感じで。ヒースピも使って、あ、待って、射抜くセンスがなかった、俺に。で、これ多分、絶対ロケット構えてんな。逆サイって、ないともない。もう終わったくないって。いや、めっちゃ海受け方すんじゃん。ちょっと待って。これ多分、マジアチャの、あれがいね。いや、タレババサイター。やべ、これやべ。ババ?これ。これバレル来ると思ったんですけど、相手もコストギリギリです。で、ナイトいない?ギャング?あ、ウッドか。プリンアイスピュットとか。うめえっすね。まあまあ、で、一回ババセパしちゃって。あ、待って、邪魔、バッテリー。待って、はい、よっ、ちょっと待って、はいよっ、最速すぎるだろ。そんなバレル見たことない。行って行って今の。で、プリンセスがマジでね、うっといっすね。殺したい。うわー、プリンセス処理できないか。やべ、タイミング。いや、いい。ないと間に合わない。うわ、間に合うんかよ、お前。うめえんだよな、マジ。いや、今まで枯渇に負けたことねえんだよ。枯渇に負けたことねえんだよ。ボキ。負けたことない。よし。耐えて。いや、あるぞ。相手はロケット狙ってんだよな。多分めっちゃ狙ってる。端前ムーと、マジアチャ、射抜く、ウッド、ヒースピロイフ。うわー、インフェはいい、インフェだ。しかも当たってね。うわー、終わるー!マジ?ちょっと待って。枯渇、うまくね?これもロケウッドっすね。でも許容です。いや、ないと左。来た。オンチョ?あー、マジアチャー!なんでやー!くそ、マジ?なんだろうなー。よくわかんねえなー。なんでだ?なんで負けたのかちょっとわかんないっすけど。まあ、もういいかな。ちょっと負けたんで。今日はこの辺でいらしてくださいという感じで、マジでなんで負けたんだろう。枯渇、負けたことないんですよ。なんか結構やってたんですけど、どれだ、お肉カツと、なんかいっぱい、そう、枯渇、なんか枯渇結構やったんですけど、そう。なんでだろう。というわけでね、ちょっと、謎です。僕はモヤモヤしてるんですけど、一旦ね、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。皆さんもトラゲ、残りね、数日ないですね。はい、数時間、一緒にね、頑張りましょう。というわけで、終わります。お疲れちゃんでした。またね。